武井壮さんでも勝てないという最強の人間、室伏広治、ひろゆきさんなら誰と誰を掛け合わせで、過去結婚させて、次の室伏広治を作るか妄想してください。過去、室伏家の遺伝子は使わずお願いします。PS、武井壮さんのひろゆきさんの倒し方、ログ配信中に背後から忍び、首を折って倒す戦法だそうです。卑怯な手なので手強いと思われてますね。あの、室伏広治の DNA は人間よりマウンテンゴリラに近いって話を前にしたことがあると思うので、多分人間を組み合わせたとしても、室伏広治に対抗するのはかなり難しいと思うんですよね。なので、もし勝てるとしたら遠距離戦なんで、大谷翔平かダルビッシュ有じゃないですかね。なので、その、すげえ遠くから石投げて、で、走って逃げれるっていう。要は、その、室伏広治より足が遅いと、多分、されるんですよ。石一発ぐらいじゃ室伏広治は死なないので、石投げた後に室伏広治がバーって来て、あの、こう、首とかねじ切られて終わるので、室伏広治より足が速く、それなりに、あの、きちんとコントロールがよく石が投げれるっていう状態になると、多分野球選手だと思うんですよね。あの、やり投げの選手とかって、あの、足そんなに速くないんですよ。で、あの、大谷さんとか全然走れるし、あの、ダルビッシュさんとか走れるので、なので野球選手系の DNA でなんとかする方向じゃないかなと思います。で、ボルトとか足は速いんですけど、多分ね、球ちゃんと投げれないんですよ。で、ある程度、ちゃんと弱点を狙わないと、あの、室伏広治、石当たったぐらいじゃ死なないんですよ。なので、その目だったりとか、頭だったりとか、膝だったりとか、本当にダメージが当たるところに的確に石を当てないと、ダメージ蓄積しないですよね。で、蓄積したダメージの結果、そのちょっとずつ室伏広治が動けなくなって、で、近づかずに最後まで石投げて、っていうのができるぐらいの、その、すいません、あの、工事やってます、上の階が。すいません。あの、ガリガリ言ってると、うちの、あの、上の部屋工事してます。